方だったり加工の仕方、あとポージングの仕方みたいなのを結構教えてるんですよ。なのでそういうのをページボーイのスタッフ全国から呼んでその場で教えるっていうのが今回の回なんですけど、まあ、今までねひえちノートでちょっとやってきたことなかったんで、せっかくなんでちょっと Vlog 形式みたいな感じで私のディレクターのお仕事の様子をここでしっかりお伝えできたらなって思ってます。でこちらの動画ひねちノートがディレクターひねちならではのアパレルの着こなしだったりトレンドだったりそういうのをご紹介するようなチャンネルになってます。なので、グッドボタンとチャンネル登録とショート動画もやってるんでよろしくお願いします。じゃあ行ってみよう。おうみんなでちゃんと分け分けというかね、やったことないですけど可愛い、やったことないけどやったことないけど可愛いなって思ってその流れが、全部こう切り取ってあげたら感じかな。OK。はい。じゃあそんな感じなんでよろしくお願いします。はい。あ、でもめっちゃ綺麗。めっちゃありがとうございます。どうにか、どうにか使ってということで今ちょうど撮影が終わってフードコート来てます。みんなでね今ね食べてるんで食べてるんですけどまだね多分自己紹介してなかったと思うのでちょっとこの場でみんなに紹介してもらおうかなって思います。海で立川店のデュラです。お願いします。はい、お願いします。はい、ありがとうございます。いい？はい。あ、めっちゃみんな塗り始めた。札幌ステラプレイス店のカオです。お願いいたします。はい、札幌から今日わざわざ来てくれました。はい、お願いします。はい、ページボーイ EC のミゲルです。お願いします。はい、ミゲルちゃんはもう知ってる。はい前回出たからね。はい、はい、じゃあ次、はい、ユウさん。はい、横浜ジョイナスのミユです。お願いします。お願いします。一応はい、ページボーイプレスのビタです。お願いします。はい、お願いします。ちなみにね、今日ね、なんとスタッフ全員同い年らしくって、何年生まれですか？98年です。はい、98年ラインらしいですね。今年で25の年みたいです。いいね、若いって。ね、プレスっていいね。それほど言えないです。今日の君と私は26歳です。プレスでは。
え、あれ27じゃなかったっけ。え、6ですよ。あれ今年27だよ。今年ですけど、まだまだ猶予あるね。26です。何そのなんかさ、そうちょっとさ、まだ猶予ある、まだまだ若いアピール。ちなみに私今月で32になります。はい、おばさん、ハッピーバースデー。はい、頑張ります、これからも。ウーアナどうですか、使えてますか。その後、放送感覚が一定かってところで、うん、C だったんですけど、うん、A まで上がりました。え、すごいじゃん。すごいじゃん。まず店舗スタッフはマジですごい特権なのが、店頭で撮影ができるっていうのがもう本当にすごいよくって、店内の奥行きがあって、ラックがあって、商品がガーってある中で撮る鏡越しのディール。そう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 、これとかもそもそもすげえ恥ずかしいけど、これもともとこの画角だからね、私。そう、全部着替えだけ取っちゃって、部分部分で切って寄って、あ、その部分だけ使ってとかでも全然いいと思うから、まずはやる。また何かあれば、はい、じゃあまた、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、ということでたった今終わりました。お疲れ様です。1時から、6時過ぎまでね、まあ、ざっとそんな感じでやってきました。どうですかね、こんな感じでいつもやってます、わちゃわちゃで。なんかちょっとでもね、やっぱページボーイのスタッフで盛り上げられたらなっていうのもあるし、まあ、あと私自身もすごいね SNS 好きなんで、ちょっとみんなに伝えられたらなと思ってやってます。どうかな、ちょこっと私のお仕事見れましたかね。はい、ちょっとたまにはね、こういうのもやっていきたいなって思ってるんで、皆さん今日の動画をご視聴いただいた方はグッドボタンとチャンネル登録、あとショート動画